臨時コーチ初日ということを終えて、6年ぶりのこの巨人のキャンプ、一日振り返っていかがだったでしょうか。振り返って、全部ほとんどの選手もね、見ることできましたし、なんとなくですけど自分の中で各選手のねイメージというのはできましたんで、そういう意味では有意義な一日だったと思います。それをね自分なりに、明日以降ね何かアドバイスにつなげていきたいなとは思ってますけど、はい、朝にはレッドカーペットで、お出迎え。冗談って言ったんですけどね、まさか実現しているとはちょっと思わなかったんですけどね、まあ、どうせやるならもっと長くしてほしかったですけどね、阿部監督のアイディアといいますか、たさんというところで、なさったみたいなんですけど、その点にいかがについてはどうでしょうか。そうですね、まあ、唯一心配してたのは彼だったら本当にやるんじゃないかなと思ったんですけどね、心配した通りになりましたね実際の練習の中ではバッティング練習も見られてというところでしたけれども、阿部監督とはどういった会話をされたんでしょうか。いろんなことを話したんで、まあ、ちょっと今すぐもう、ね、これと思い浮かばないですけど、まあ、チームのこと個人のことね、いろいろ今日は意見交換できました。はい、選手の皆さんにも何人かお話しする場面を見受けられたんですけれども、先ほども秋広選手ご指導されている通りな形で、実際のこうバッティングに関するお話というのはどういったものをこうお伝えしたんでしょうか。で今の彼の、ね、中でのまあ、こうした方がいいんじゃないかなっていう自分なりのね視点でお伝えしました、うん、あとは彼がねどのように感じてどのようにね、次に向かっていくかっていうのはもう彼次第なんで、それはもうね、自分の中でやってみようと思ってもいいし、自分は合わないと思えばそれでいいし、それはもう彼の選択になってくると思います。松井さんから見られて、こう秋広選手の凄さ良さっていうのはどういった点に見られますか。あれだけのサイズのね日本人選手ってなかなかいないですからね。でね、なおかつ、パワーもありますし、もう見てるだけでね、夢がありますよ、ね、ですからそれを実現できるね、可能性は十分秘めてると思いますので、応援していきたいと思います。はい、実際練習の合間に能登半島地震におけるチャリティーの登壇もあったかと思うんですけれども、こういろんな思いが松井さんの中であるとは思うんですが、その思いのこう思いがこう形になってこう現れた、実施されたというものだったんでしょうか。ジャイアンツのね、もちろんお力を借りての中でね、ですから、まあ、でもその中でね、たくさんの方がね、募金してくださいましたし、たくさんの、ね、ファンの方の気持ちがね、また石川県の皆さんの、被災された皆さんのね、気持ちに届くんじゃないかなと思ってます。実際の視察の日程というのも、また14日の最終日までというところで、当初でもこう伸びた形かというふうにお伺いしてるんですけれども、そこに関してもこう松井さんのご要望とか、そういったものがあったりしたんですか。私の元々の認識は14日だったんですけど、多分どなたかが間違えて13日で発表しちゃったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。また視察という意味も含めて、明日以降も続いていくかと思うんですけども、明日は紅白戦があるというところで、松井さんなりにこう見ていきたいポイントだったりとか、伝えたいものだったりとかっていうのはどういったものがありますでしょうか。まあ、試合は試合でまた違ったね視点になりますので、まあ、まだ見て感じたことがあると思いますので、それは見てから、ね、どう感じるかなということになると思います。はい、実はこの6年ぶりの星というところで、前と巨人ちょっとこう変わったなみたいなポイントというのは今日1日で感じ取ったことがありますか。メンバーは、ね、だいぶ入れ替わってますし、ね、そういう意味では変わってるんでしょうけど、でもジャイアンツっていうそのチームの中ではね、そんな大きな違いはないような気がしますけどね、当時からね。
最後にまた明日以降指導していく上で伝えていきたいポイントをそういったものも含めて教えていただけるとありがたいです。最初言いませんでした、うん、なんか言ったような気がしますけどまあ今日ね、見て感じたことをね明日以降のまあアドバイスというかそういうものをつなげていきたいなと思ってます。